では、皆様改めましてこんにちは。こんにちは。はい、先ほど紹介いただきました、私、本橋大輔と申します。ここに一応簡単に今の肩書きを書かせてもらっているんですが、八王子市立、南大沢学童保育所というところで、現在所長を担わせてもらっています。学童保育と聞いてピンとくる方何だろうと思う方いられるかもしれませんが、今日のテーマにもなっています、本日の私の授業は、子育て支援の学童保育現場での取り組みということで、今日のテーマはズバリ学童保育っていうところに、焦点を当てて、お話をさせていただければと思っています。はい、ちょっと皆様に聞いてみたいなと思うんですけど、皆さん大体子どもの頃を思い出していただいて、保育園だったり、幼稚園に、小学校入る前に通われてた方多いかと思うんですが、この学童保育もしくは自治体によって名前が違うんですけど、放課後子どもクラブ、放課後児童クラブ、いろんな名前があるんですけど、そういったものに、私は通ってた、行っていたっていう方どのくらいいるか、ちょっと手を挙げて教えてもらえませんかね。恥ずかしがらなくて大丈夫ですよ。何人か、ありがとうございます。何人か、すいません、手を挙げていただきました。もしかしたら通ってたけどちょっと手を挙げるのかなって人もいるかもしれませんが、それは心の中で手を挙げていただいてれば大丈夫です。はい。で、学童保育について話すんですが、労働組合の、関係の話もさせていただく上で、私の労働組合上の役職も書かせてもらっています。八王子市公共サービス職員労働組合、児童館学童保育所支部副支部長、自治労東京都本部児童館学童部会部会長、自治労本部保育部会副部会長ということで、組合的な役割として、主に、先ほど申し上げている、学童保育、それと関連する、保育について労働組合の方で、積極的に活動をさせてもらっています。はい、労働組合の活動についてはまた後で話していたしまして、はい、自己紹介からさせていただきたいと思います。先ほどちらっと話をしたんですが、平成15年、もう今時代は令和になってしまいましたが、私が、仕事を始めたのは、平成15年です。先ほど先生の方から八王子市に就職した生徒がいるということでありましたが、私の所属は、八王子市社会福祉協議会というところの、職員として採用されまして、その後すぐに、八王子市の学童保育所に勤務をしております。そこからもう早くも15年経ちまして、15年この仕事をさせてもらう中で、今、南大沢学童保育所というところで、勤務をしております。この中で東京出身の方はどのくらいいらっしゃいます？あ、何人か手を挙げていただきました。ありがとうございます。八王子出身の方っていらっしゃいますかね？あ、いました。ごめんなさい、八王子のどちら？あ、長房。あ、私最初は長房。場所知ってますか？なんとなく。ありがとうございます。はい、この後も出るんですけど、八王子市ってとっても広いところなので、ちょっとまた地図等で示していきたいと思います。はい、ご協力ありがとうございました。はい、丸15年学童保育の指導員として、勤務をしている中、組合活動としても、平成19年頃から、八王子市内の、組合活動に携わるようになりまして、そのうち、自治労の本部の方、東京の方で、児童館学童保育に関する活動の方を、長年させてもらっています。はい。で、今現在に至るわけですが、私の紹介はこんなこととして、八王子市の紹介をしたいと思います。東京出身の方はね、八王子ってなんとなくイメージがつくとは思うんですけど、なかなか、そうじゃない、全国各地から皆さんお集まりいただいていると思うので、なかなか八王子って言われてもピンとこないなって思うかもしれないです。もし八王子って言ってピンとくる方、冬になると東京に雪が降るとよく八王子駅前が中継で出て、雪がしんしんと降り積もり、ここは東京なのって思う方いるかもしれませんが、本当に雪が一旦降り出すと止まらないぐらいの雪が降り始めて、最大で90センチぐらい積もったことを見たことがあります。もう職場まで1時間半歩いて行かないとたどり着かないような大雪に見舞われたこともあるんですが、ここの明治大学は今、この都心の方に
もちろんあるかと思うんですが、そこから、新宿、まあ、新宿を起点にすると、まあ、電車で大体40分ぐらい、あのオレンジ色の電車、中央線ですね、中央線に乗って、大体40分ぐらい行くと八王子ってところに行くんですが、あの見てお分かりの通り大きいです。とっても八王子市って大きい市でして、人口も約57万人います。はい、あの東京の市の中で当然一番大きいですし、人口も一番多いところです。で、2015年に中核市っていう、まあ、あの制度に移行しまして、23の大学を抱える学園都市、あのこの八王子市内に本当にあの大学がとっても多くありまして、あの駅前なんかは本当に学生でにぎわうような街になっています。はい、で、高尾山って一言書いてあるんですけど、あの、まあ、八王子市で有名なもの何かなって考えた時に、まあ、まず一番頭にパッて浮かぶのは高尾山なのかなって思いました。登ったことありますかね。あの599メートルの山で、ミシュランで三つ星を取ったんですよね。でそこからあの人気がすごい、沸騰しまして、秋ぐらいになると、あの紅葉の季節になると、もう本当に山登りで渋滞が起きるぐらいの、人混みに、会うような山です。はい、でその他八王子何かなってちょっと考えながら今日来たんですけど、昨日夜テレビ見た方いますかね。あのファンキー加藤っていう、あのファンキーモンキーベイビーズ の, あのファンキー加藤がテレビ出て久々だなって思ったんですけど、彼はあの八王子出身なんですよね。でもっと言ってしまうと、自分と中学生の頃同じクラスでした。はい、あの当時から目立った存在で、はい、あのこういった形で活躍しているのは、まあ、とてもいいことかな、まあ、いろいろあったみたいですけど、あの活躍しているのはすごいなって思いながら昨日ちょっとテレビを見ていました。はい、あとちょっと時代遡りますが、松任谷由実、ユーミンとかってご存知ですかね。あのユーミンの実家も八王子にありまして、あの呉服屋さんを昔から経営しているところで、はい、あのとても有名です。あとあの出身ではないんですけど、北島三郎なんかもあの演歌歌手の八王子 の, あのとてもいいとこに住んでいて、はい、あのお綺麗だななんていつも思いながら見てます。はい、というわけで、あの八王子市ですが、あのとても大きいところです。なので、あの本当に都会、駅前なんかは都会なんですけど、ちょっと端っこの方に行くと、あの山が連なるような、あの多彩な、あの顔を見せてくれてる街です。はいはい、じゃあちょっと、まあ、紹介はこれくらいにしておきまして、中身の方に入っていきたいと思います。先ほど、学童保育、放課後児童クラブ、あの通ってたよって人何人か、あの手を挙げてくださいました。ありがとうございます。で通われてない方も、もしかしたらあの言葉としては聞いたことがあるかもしれないですし、どういうところかなっていうのがもしかしたらイメージで、あの浮かんでらっしゃる方もいるかもしれませんので、まあ、この授業では、放課後児童クラブについて、どんなものなのか、どういうところなのか、あとは歴史をちょっとたどっていきながら、放課後児童クラブが抱える課題であったり問題であったりを皆さんと共有していきたいと思っています。その上で、今後労働組合として、放課後児童クラブ、学童保育をどう良くしていくか、さらには、公務員、もし皆さんが今後公務員等になった時に、この放課学童保育にどのように関わっていて言っていただけたら嬉しいかな、そういったことをちょっと考えながら、授業の方を進めていきたいと思います。はい、ではまず放課後児童クラブ、学童保育とは何ですかっていうところの話からしていきたいと思います。はい、ちょっと難しい言葉であえて書かせてもらっています。まあ、書いてある通りなんですが、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない者に、授業の終了後、いわゆる放課後ですね、に適切な遊びや生活の場を与え、子どもの状況や発達を踏まえながらその健全な育成を図るっていうのが学童保育、放課後児童クラブっていうものの意味合いになります。はい、あの通ってた方、ああそんな感じだったかな、居場所として楽しかったな、先生たちと一緒にドッジボールしたな、駒回ししたなっていう記憶がもしかしたら蘇るかもしれませんが、あのまさに今話した通りで、2つの役割が、学童保育にはあるというものをちょっと分かってほしいなと思います。まず保護者目線から、子どもを預けている保護者の目線から見てみると、ここに、保護者が労働等により昼間家庭にいないものにというところで、今共働きの世帯がとっても多いです。お父さんお母さんが働いている家庭がとっても多い中で、本来であれば学校が終わって子どもたちはお家に帰るといったような流れが あったりするんですが、ご両親が仕事をしていたりするとお家に帰っても誰もいない、
そういう中で私たちこの学童保育というところがそういったお子さんを預かって、子どもと一緒に遊んだり過ごしたりしながら、過ごすとこなんですが、そういったあの保護者に対しての就労支援、働く、そういったことの支援の場としての機能が一つあるよということ。でもう一つ、まあ、当然働く我々としてはこっちがあのメインって言ってしまっても過言ではないんですが、子どもたちへの育成支援の場、はい、あの子どもたちが学童に帰ってきます、ただ単に過ごしているのをじーっと私たちは見ているわけではなく、保育っていうふうに名前がついている以上、子どもたちを健全に私たちは預かり育てる必要があります。そういう中で子どもたちにいろんな遊びを教える、子どもたちといろんな経験をする、そういう中で子どもたち一人一人が協調性であったり社会性であったり、お友達を大切にする心だったり、そういったところを日々あの学んでもらう、そういった場としてこの放課後児童クラブ学童保育っていう場所があるんだっていうのをちょっと分かってほしいなと思います。まあ、あの何度も言いますが、通われてた方もしくはこんなのあったなって知ってる方、ただ単に子どもたちがまあ遊んで過ごす、子ども目線からすると学童保育いっぱい遊べて楽しいなっていう気持ちかもしれませんが、我々、支援する、指導員の立場からすると、子ども一人一人の健全な、発達成長をきちんと見守る応援するっていうような場として学童保育があるっていうところをぜひぜひ理解してほしいと思っています。はい、で私たちの、私が勤めている学童保育の、まあ、1日の流れということでちょっと表にしてみました。はい、学童保育っていうのは、基本的に小学校が終わってから来る日に時と、学校がお休みの日、学校がある日と学校がない日ということで、空いてる時間が変わります。当然学校がある日、子どもたちは小学校に行ってますので、まあ、午前中、午後にかけては、子どもたちはいません。ただ放課後になると子どもたちがただいまって元気に帰ってきて、お勉強の時間があったり、さっきも言ったように自由で遊べる時間がある。で、学童クラブと学童保育ではおやつの時間があります。後ほど写真でも紹介しますが、みんなでおやつを食べる。で、おやつが終わった後は子どもたちと、まあ、我々職員一緒に入り乱れてと一緒に、自由に遊ぶような時間があって、大体6時半で八王子市の学童保育は終わるんですが、就労状況、保護者の働く状況によってお迎えが間に合わない保護者もいるので、6時半から7時半まで延長保育という形でお子さんを預かっている。で、学校が休みの日、いわゆる土曜日だったり夏休み、春休み、冬休みだったり、そういった時には学校がお休みなので朝から学童保育は開きます。八王子市は8時から開いておりまして、まあ、午前中子どもたちが来て勉強の時間があって、もちろん自由に遊ぶ時間もある、学童保育は小学校と違って給食はないので持ってきたお弁当を食べる。で、その後については、まあ、学校がある時と大体同じような流れで子どもたちが1日過ごすような場所となっています。はい、はい、これちょっと私が今勤めている施設の外観なんですが、はい、ちょっと分かりづらいんですが、団地の1階に今私が勤めている施設はあります。結構学童保育というと小学校の空いている教室を使ったりだとか、校庭にボンとプレハブが立っていてそこに あったりだとかするんですけど、まあ、八王子市私の勤めるところは、まあ、小学校からちょっと離れたところの団地の1階にありまして、まあ、こんな入り口をしている。で、これが室内で、まあ、ちょっと子どもたちが喜びそうな、まあ、飾りとかを飾ったりだとかしています。卓球台があるの分かりますかね。うちの学童は卓球がとっても流行っていて、もう自分も勝てないぐらい の小学校3年生とかに平気で負けるぐらい力をつけている子がいて、すごい熱心に取り組んでいますね。で、生活の場なのでこういった水道、手洗いするところもあったりとか、テーブルがあってここでおやつ、お弁当を食べたりとか、まあ、生活の場として機能しているんだよっていうのを分かってくれれば嬉しいです。はい、ちょっとごめんなさい、写真 の画像画質が荒くて申し訳ないんですが、まあ、遊びの中の一つとしてこれ段ボールでみんなでお家を作っています。はい、継続してね、こうやってみんなで何か一つ取り組んで作業することで、まあ、協調性だったりが生まれる、まあ、遊びを一つとってもただ単に一緒に遊んでるだけではなくて何か目的や狙いを持って遊んでいるんだよっていうのが分かってくれればありがたいです。はい、
これは、学童の外にある公園なんですが、まあ、砂場ですね。小学生大好きですよね。皆さんも子どもの頃砂場遊びとか経験あるかと思うんですが、はい、こういった外遊びとかも一生懸命子どもたちはして遊んでいます。一輪車乗る子もいますしね。はい、でこれはちょっとまた分かりづらいんですが、ボール遊びしています。大体主にドッジボールだったり、これも子どもたち大好きなので、こういった遊びを通して、まあ、仲間を思いやる気持ちであったり、まあ、勝ち負けだとかね、そういったことにも学ぶきっかけになるので、まあ、なるべく子どもたちが中や外で元気に一生懸命遊んでくれることを私たち指導員も願いながら日々保育に勤めている、そんな様子が分かっていただければ大丈夫です。ちょっとこれも荒くて申し訳ないんですが、さっきおやつの時間があるって言ったんですけど、これみんなで手作りをしていまして、ロールケーキに生クリームを乗っけたり、グミとかおやつを乗っけたりして、子どもたちが自分たちでこうやっておやつを作って自分たちで食べる、こういったこともやっています。はい、ケーキです。はい、月に1回誕生日会っていうのをやっていて、誕生日の子たちから好きなケーキを取れるみたいな感じで、月に1回こうやっておやつも豪華にして食べてます。これシャトレーゼっていうところなんですけど、はい、こういったとことおやつを持ってきてもらって、子どもたちみんな喜んでケーキを食べています。はい、まあ、施設紹介はこのくらいにして、ちょっとここから難しい話に入っていきますが、聞いていただけるとありがたいです。はい、では私たち主な業務内容ということで、まあ、さっき少し触れましたが、我々指導員という立場の人間は、まあ、子どもたちが健全に安全安心に過ごすように、まあ、見守ったり一緒に遊んだり関わったりするということを言ったんですが、具体的に触れていきたいと思います。ちょっとこれも難しい言葉で書いていますが、後ほど分かりやすく説明をするので、ちょっとこのままお読み取りいただければと思います。はい、放課後の子どもたちの健康管理、情緒の安定を図る、放課後の子どもたちの安全確認、来所帰宅時の安全の確保を図る、遊びを通しての自主性、社会性、協調性、創造性を養う、家庭との日常的な連絡と情報交換を図る、学校や地域との密な連携を形成するなどなどって書いてありますが、これだけ見ると、ああちょっとわからないな、難しい言葉だなって思うと思いますので、次のページを見ていただくと、まあ、今も書いてあった難しい言葉で書いてあったのを、もうちょっと分かりやすく私なりに書き換えてみました。こういうふうに言うとみんな分かっていただけるかなと思うんですが、はい、1番で、まあ、子どもたちの健康管理、情緒の安定って書いた、まあ、これが要するに子どもの体調のチェックや心身の状況の確認、おやつの提供って書いてありますけど、まあ、当然子どもたち元気なのが一番なんですが、まあ、やっぱり時には体調が悪かったり、いろんな状況を抱えています。そういったところを我々がきちんと見抜いて、適切に子どもたちを保育する、見守る、そういったことが我々指導員の仕事としてありますよってことです。で、2番で、放課後の子どもたちの安全確認、来所帰宅時、来るとき帰るときの安全の確保がありますが、はい、まあ、子どもがちゃんと学童保育に来ているか、出席状況だったり、あとは帰りの時間ですね。保護者が迎えに来ることが多いんですけど、自分たちで帰る子たちもいます。そういった子たちがちゃんと時間で帰っているか、そういったこともきちんと我々は子どもたち一人一人の管理を行っています。はい、3、難しい言葉の方、遊びを通しての自主性、社会性、協調性、創造性を養うなんて書きましたが、これも分かりやすく言うと、まあ、子どもと一緒に遊ぶ、さっきも写真で示しましたが、まあ、ボール遊びをしたり、さまざまな遊びをすることで、まあ、子どもたちの状況が我々も分かります。やっぱり子どもと関わらないとどういう子かっていうのは分かりません。見守ってるだけでは分からないことなので、子どもたちと関わることで、この子はこういう子なんだなっていうのが分かるようなイメージだと思います。はい、で、家庭との日常的な連絡と情報交換を図る、これも分かりやすく言うと、保護者のお迎えの時なんかに子どもの様子を伝える、親は仕事をしていて子どもを迎えに来ます。我が子がどうやって学童保育で過ごしてたか気になるのは当然のことです。なので我々職員が子どもたちと一緒に遊んだり関わったりする中で、今日こんなことして遊んでましたよ、そういったことをきちんと保護者の方に伝えることで、保護者も楽しく安全安心にうちの子は過ごしているんだなっていうことが伝わるので、保護者との連携はとっても大事な私たちの仕事です。学校や地域との密な連携を形成する、これも難しい言葉で書いてますが、要するに通っている小学校の担任の先生と情報交換などしています。
一人の子供に対して私たち学童保育だけでその子を見ているわけではなく、当然その子は小学校に通っている、小学校に通う前は保育園に通っていたかもしれない、で地域の方たちもその子に関わっている、そういう中で一人の子供に対していろんな関連機関や大人が関わっている、そういった人たちと情報交換をきちんとすることでさらなるその子の理解を深めていくことができる、そういったところも我々学童保育の職員としては大切にしている仕事の内容です。はい、で、まあ、これはグラフなんで参考にしていただければという感じなんですが、このちょっと薄い水色の線が学童保育に預けている、まあ、子どもの数ですね、まあ、右肩あたり上がりで少子化って言われている世の中なんですが、右肩上がりで増えています。でそれと同時にこの青い線があるんですが、これにグーンと伸びて、まあ、横並びになっているんですけど、これは新聞とかでも聞いたことありますかね、待機児童ってやつです。よく保育園だとかで入れないお子さんがいて、保育園に入れない待機児童がいっぱいいるっていう話聞いたことあるかもしれませんが、私たち学童保育の世界にも学童保育に入れない待機をしなければならない子どもたちがやっぱり同じような数だけいるっていうのが実態としてあります。まだまだ少子化とは言われてますけど、共働きの世帯が多くなったりしている傾向があるので、入れないお子さんたちが増えている、学童保育の充実が避けられない状況だっていうのを分かってくれればありがたいです。はい、でこれがクラブ数といって分かりづらいんですけど、要するに学童保育の数ですね。これも子どもたち保護者の利用のニーズに応える形でどんどん増えてはいるんですが、待機児童が先ほどもいっぱいいるっていう話したようにまだまだ足りないですね。はい、でこれもちょっと難しいんですけど、どこが運営しているのかっていう話なんですけど、まあ、皆さんその公務員を目指しているっていうことで、まあ、自治体の職員とかになられる方がもしかしたら多いかもしれませんが、学童保育ってさまざまな状況で運営をされています。この水色のところが公立公営、まあ、いわゆる自治体が直接運営をしているところですね。でそれと同じぐらい、もしくはそれ以上の数として公立民営って書いてあるんですけど、名前は、まあ、八王子市立なんとか市立とは言うんですけど、運営をしているのが民間の団体、実は私がそうです。私八王子市の職員ではなく、八王子市社会福祉協議会っていうところの職員なので、八王子市から委託をされた学童保育所を運営しているところになりますので、この公立民営っていう位置づけになるんですね。はい、でこの緑少しあるのが民立民営って書いてあるんですが、まあ、簡単に言っちゃえば私立的な感じです。保護者が自分たちで立ち上げた学童保育だったり、地域の方たちが運営している学童保育だったりあるんですけど、まあ、学童保育ってさまざまな運営形態がありまして、まあ、これも実は大きな問題をはらんでいるところではあるんですが、また後ほど触れていきたいと思っています。はい、では学童保育放課後児童クラブの歴史っていうものを見ていくことによって、現状どんなことが課題なのかっていうのを分かっていただければありがたいかと思います。まあ、ちょっと難しい話にはなるんですが、最終的に課題等につなげていくお話になります。もし皆様がいずれ公務員等になられて放課後児童クラブ学童保育に関わるように仮になった時に、まあ、今日の話をふと思い出してもらって、少しでも自分の町の自治体の子どもの環境が良くなるように考えていただけると嬉しいなと思いますので、今日はそういった機会として捉えていただければありがたいです。はい、では歴史をちょっと振り返っていきたいと思いますが、学童保育の始まり1950年代頃、当然皆さん生まれてないのでピンとこないと思います。私自身もまだこの頃は生まれていないので、何のこっちゃっていうところもあるんですけど、まあ、ちょっと紐解いていくと今につながるような流れがきちんとできていまして、はい、この1950年代前後っていうのは時代背景として、まあ、ちょうど戦争が終わった後ぐらいですかね。はい、終戦後の日本の人口増加が目立ち始めてくる年代となります。で当然人口が増えるっていうことは児童の増加、子どもの数だって当然それに比例して増えていくわけですよね。はい、でそういう中で、今度は労働力が必要になってくる世の中になるので、働くお母さんたちがどんどん増加をしていくわけです。今この現代も共働きっていうことでお母さんたち頑張って働いてるけど、この時代なんかも、お母さんたち母親が働く世の中に出る、そういったところがだんだん増えてくる世の中になります。
で当然母親が働き出す、お父さんも働いている、そういう中でじゃあうちの子たちはどうしたらいいの、子供たちどんどん増えています、はい、でも両親は共働きで子供の居場所がありません、さあ困った、そういう中でこの保育所、まあ、保育園にもこれは通ずることなんですけど、いわゆる子供を預かるところ保育所の増設運動につながっていきますよ。当然戦前から学童保育しかり保育園っていうところはありました。ただ本当に都市部に限られたところでして、なかなか日本全国網羅するまでには行ってなかったんですけど、こういった時代背景から保育所というものの増設運動につながり、同時に、まあ、これは保育園って考えていただければいいんですけど、それと同時に当然小学生だっているわけで、小学生の放課後の過ごし方についてどうしていくかっていう問題も発生します。はい、まあ、学童保育に通ってらっしゃらなかった皆さんは、まあ、多分お家に帰ってランドセルを置いて友達と遊んだり外で遊んだり、まあ、ゲームをして過ごしたり、そんなこともね当然あったかもしれないんですが、やっぱりまだ時代背景的にね不安定な時代でもあるので、やっぱり我が子をきちんと預けたい、まあ、それは保育園に限らず小学生も同じだっていうところです。はい、この頃ってやっぱり結構悲惨な事故とかもありまして、やっぱり放課後自分たちで過ごしていた小学生がお不慮の事故に遭ってしまうだとか、そういったことも残っています。歴史としてあります。なのでそういったこともあり、小学生の放課後の過ごし方もきちんと自治体として国として考えなきゃいけないよねっていうことが、ようやくこの時代になって生まれてくるような形です。はい、でもなかなかそんな急に行ったって市や自治体は作ってくれない。じゃあそういう中で保護者が自主的にこの学童保育設置の運動を起こし始める、そういった流れになります。はい、で、まあ、なかなかまだ地方には波及しないんですが、都市部において学童保育の設置運営が、まあ、主にこの保護者が自主的にですね、まだこっちの方が流れとしては大きいんですが、運営を始める機運が高まる、そういった時代になります。はい、続いて時代はちょっと遡りまして、はい、今度は1960年代から1980年代の頃を見てみたいと思うんですけど、まあ、学童保育が先ほどの始まりから広がりに変わっていきます。で、背景としまして高度経済成長期への突入、まあ、これも言葉としてしていらっしゃる方いるかもしれませんが、まあ、終戦後どんどん景気が上向きになっていきまして、日本の経済もどんどん合わせて上向きになっていきます。はい、でそういう中で急速な都市化が日本では進み、先ほどにも増して共働き家庭の増大っていう世の中の背景につながっていく。でそういう中で先ほど保護者が自主的に、まあ、学童保育を作り上げるっていうことを言ったんですけど、やっぱり都市部に限られて数が少ない、都市部だからといって必ずあるわけではない。そういう中で鍵っ子、こんな言葉聞いたことありますかね。はい、鍵っ子ってもう簡単に言えば小学校が終わってお家に帰るけど、まあ、親が共働きでいなかったりした時に、まあ、本当にお家に鍵をかけてずっと留守番をしているようなイメージですかね。はい、そういった子たちがこの時代になると一気に増えていきます。で、まあ、果たして家の中で過ごすのが安全なのか健全なのか、いろんなそういった世の中に問題提起がなされていく中で、まあ、こういった保護者が両親が働いている、まあ、留守家庭児童の問題というものが徐々に日本では表面化していきます。これはほっといたらいけない、これはそのまま見過ごしてはいけないっていう中で、各自治体が子どもたちの放課後の居場所について対策を実施しますよと、実施をし始めます。じゃあどんな対策をしたかっていうと、自治体や国が学童保育を設立するため、作るための補助金をようやくこの辺りで国が出すようになったっていうことです。今までは保護者が自主的に立ち上げてた、当然お金だって自分たちでやりくりしなければいけない、くれるところはない。でもこの表面化、鍵っ子、留守家庭児童の問題が徐々に日本で表面化することによって、国や自治体もこれはほっとけないということで、何か手助けをということで、こういった補助金なんかを出し始めて、まあ、学童保育というものが少しずつですが設立をしていく、そういった流れに時代背景として変わっていくわけです。はい、だんだん身近になってきますかね。1990年代になると、まあ、先ほど都市部で盛り上がってきた学童保育の機運なんですが、まあ、これが全国的な展開を、まあ、広げていくようになる、まあ、これが1990年代、まあ、
最近って言ったらちょっと言葉語弊があるかもしれないですけど、本当に自分からしてみるとついこの間なんだなって思うような形です。はい。で、背景、この時代の背景としまして、先ほどまで子どもの、ね、人口が増加したなんて話をしたんですけど、この頃になると今度は逆に少子化、こういったものが進行していく世の中になります。だんだん子どもの数が極端ではないですけど年々減少傾向になるってことです。まあ、今のこの時代も少子化って言われていますけど、まあ、これが表面化したのが大体1990年代頃ですかね。はい。で、少子化っていうものが日本ではだんだん進行していって、当然この少子化っていうのは国からしてみると大問題なんです。はい。いかにしてこの少子化に歯止めをかけるのか、これについて国だったり自治体が精一杯一生懸命考えることになります。少子化に歯止めをかけないと当然これからの日本を支えていく、まあ、皆さんもまさにそうですけど、そういった方たちにがやっぱり少なくなってしまうのはとても困る、国として困る、自治体として困る。そういった中でいかにしてさっきも言いましたが少子化を食い止めるかっていう中で、まあ、ある程度導き出した答えっていうのが、子育てと仕事の両立を支援する。共働き世帯で働いてらっしゃってて仕事をしなきゃいけないから、やっぱり子供を産む、子供を育てる、そういったところまでちょっと回らないという家庭も実際この頃あったりもします。ただ子育てと仕事、この両立をきちんと国だったり自治体が支援することによって、まあ、少子化の歯止めにつながるんじゃないか。もう一つ、子供が健やかに生まれ育つ町、はい、こういったものをきちんと作り上げる。子供生まれました、これから育てていく中で子供を育てる環境がやっぱり親からすると、両親からすると行き届いていないのはやっぱり不安に駆られるわけですよね。そういう中で、国として自治体として子供が健やかに健康的に生まれて育つ街づくり、こういったものの環境を整備をすることが重要だってことに、この辺りで国だったり自治体が気づいたというか、整備をしなきゃいけないっていうふうに気づき始めました。というわけで国自治体が今度は中心となって、昼間保護者のいない小学校低学年児童の健全育成を図るため、放課後児童対策っていうもの、まあ、難しい言葉で書いていますけど、放課後の子どもたちの過ごす環境であったり場所であったり、そういったものを推進するよということで、まあ、これもこの話につながるんですけど、放課後児童クラブ、学童保育の法制化、きちんと法律に学童保育は大事なんだよ、学童保育を作るんだよ、学童保育を作ったらこうなんだよっていうものを法律に載せることによって、日本全国に学童保育を展開させた、はい、そういった世の中に1990年代頃からようやく国が動き始めます。保育園とかそういったところはもうこの頃の時代にはある程度基準もきちんとできて、整備化されているんですが、どうしても学童保育はまだまだ追いついていませんでした。そういう中で少子化の対策であり、子育てと仕事の両立を支援すること、子どもが健やかに生まれ育つ、こういったキーワードが生まれてきて、それが放課後児童クラブを法制化し全国的な展開につなげていく、ようやくここで時代が、まあ、我々学童保育の職員からすると、ああようやく全国展開してきたんだな、ちょっと嬉しいなって思うところではあります。はい。さあ、この頃になってくると皆さんちょうど子どもの頃を過ごした時代になってくるのかなとは思うんですが、はい、いよいよ2000年代に突入した。はい、2000年代から2010年代、本当にごく最近の話ですよね。まさに皆さんが小学生時代をこの2000年代前半は過ごしていた時代になるのかな。はい、はい、この頃の時代背景として、まず待機児童の増加、さっきもグラフで見てもらいましたが、学童保育に入れない子どもたちっていうのが年々増えていきます。なかなか施設の整備が追いつかない、環境が整わない、そういった理由で待機児童、学童に入れないお子さんがどんどん増えていく時代になる。小1の壁、小4の壁って書かせてもらいましたが、小1の壁っていうのは簡単に言うと、今まで保育園とかに通っていた子どもが小学校に上がることによって、保護者が今まで通り保育園に預けられないような状況が生まれちゃうんです。保育園って夕方とかまでね、預かってくれるとこが多いですけど、もし学童に入れなかったら学校の授業って遅くても3時過ぎには終わりますよね。
そうすると子どもたちは家に帰ってくるわけで、その間の子どもの安全がやっぱり今までの仕事をしてたら確保できないということで、結構悩まれる保護者の方多いんです、小学校に入ると同時に。で、同じく小4の壁って書いてあるんですけど、まあ、これ話してなかったんですけど、多くの学童保育の入れる期間っていうのは小学校1年生から小学校3年生までっていうところがとっても多いんですね。で、そうすると3年生が終わったら3月31日を迎えた途端、次の日からその子たちは行き場所がなくなっちゃうわけなんです。たった1日でガラッと環境が変わる。そういう中で4年生になったからもう大丈夫でしょうか、そういう話ではなく、やっぱり親からすると心配なんですよね。今までは1日学童が見ててくれた、でも春休みとかそういう期間になると丸1日子供は家で過ごさなきゃいけない。そうなってくるとやっぱり親からするととても不安でしょうがなく、ここの3年生から4年生に上がるタイミングで、まあ、仕事を辞めざるを得ない母親っていうのが実際いたりするんですね。この1年生と4年生、ここの壁っていうのが実は保護者にとってみるとすっごい大きな壁なんです、はい、でさらに保育環境や労働環境の劣悪化っていうふうに書いてあるんですけど、これ我々サイドの話になっちゃうんですが、待機児童が増えると言ったんですけど、やっぱり自治体は何とかして少しでも待機児童を減らそうと思って学童保育に定員以上に詰め込んじゃったりするんですよ。そうすると子どもが過ごす環境ってすごいもうぎゅうぎゅう詰めになっちゃうので、ちょっと環境がだんだん悪くなっていっちゃうんですよね。はい、で労働環境、私たちの労働環境っていうのも当然学童保育、さっきも時間で示しましたが、朝から晩までずっと働く、まあそれが仕事しょうがないんですけど、結構な長い時間の労働時間になっていまして、まあこういったものがちょっと言い方が悪いかもしれないけど、どんどん劣悪になっていってしまっています。はい、で国としてこういった待機児の増加、待機児童の増加だったり、仕事を辞めざるを得ない母親たちの対策であったり、我々働く側の保育環境や労働環境の劣悪化をなんとか少しでも和らげようじゃないか、そういうところから、こういった難しいことまで書いてあります。法律の名前なんでこんなもんだって分かってくれればいいです。子ども子育て支援新制度っていうものが創設をされました。もしかしたら聞いたことある方いるかもしれません。はい、でこれで何を始めたかというと、この子ども子育て支援新制度って多くの内容がいわゆる保育園、そういったところに関わっています。ついこの間も国会でニュースでありましたが、幼児教育の無償化っていうのをニュースで見た方いるかもしれません。あれはこの子ども子育て支援新制度がちょっと改正をされて、変わった法律です。元になっているのはこの頃にできた子ども子育て支援新制度っていうのがスタートなんですが、じゃあこれに学童保育がどう関わっているか。はい、まずはこの括弧の中の最初の一文字目、2つあります。質、量、これの解消を目指すっていうふうに書いてありますが、質って何なの？保育環境や労働環境の充実、まあ、これを少しでも改善していきましょう。でもう一つが量、これは待機児童なんですけど、待機児童を少しでも解消していきましょうということで、まあ、車で言えば両輪ですよね、前輪と後輪、ここの2つをきちんと国として制度として整えていくことで、学童保育の質、こういったものを改善していく、学童保育に入れない待機児童の量を少しでも減らしていく、これを国がやっとって言ったらちょっと怒られちゃうかもしれないんですが、もうきちんと法律として新しく作って、私たち学童保育で過ごす子どもたち、親たち、そして我々職員たちの環境を改善しようと頑張ってくれたっていうのがこの支援新制度ってやつなんですね。でこの中身に触れていきたいと思うんですが、皆さん結構話聞いてて疲れると思うので、ちょっと力を抜きたいと思います。こういうやつ皆さんできます？手前に組んでよくやりますよね。これせーので戻せます？あれ？こうやって組みますよね。 1,2 の3で戻せます？あ、半分ぐらいの人分かってますね。解けました？謎大丈夫ですか？これ去年もやったんですけど、やっぱり半分ぐらいの方が分かって、半分ぐらいの方が分かんないままってなっちゃったんですけど、分かります？よく子供の前でこういったことするんですよ。子供の注意を引くため、気を引くために、みんなに話をするときにちょっとこうやって遊んだりするんです。皆さん分かりました？
ただこうやって戻してるだけです。なんかこうやってやっちゃいますよね。これちょっと絶対戻るわけないんですけど、ちょっとこうやって意地悪なんですけどやるだけで、まあ、大人の皆さんも引っかかるぐらいなので、子供たちはみんな引っかかってなんだよ騙しやがったなみたいなこと言われるんですけど、まあそうやってこっちの大人の注意を引いて、じゃあみんな分かったねってことで、じゃあちょっと静かにしてみよう、じゃあ今日のおやつはこうだよみたいに話をつなげたりするんです。はい、まあちょっとその一端をお見せしただけであって、別にみんなを困らせようと思ったわけじゃないので、ちょっと少しは伸びになりましたかね。はい、そう思ってくれればありがたいです。子どもたちの興味を引くために我々もいろんな創意工夫をするんですけど、なかなか子どもたちも私たち のところは60人ぐらい子どもたちがいるので、なかなかワーキャーワーキャーなんて話を聞いてくれなかったりするんですね。でそういう中でいかに子どもたちをこの大人サイドに引きつけるかっていうのをいろんな工夫をするわけですよ。でまあこんなのは一つの例なんですけど、せっかくなんでちょっともう一つやってみようかな。付き合ってもらえるとありがたいです。はい、ハンカチがあります。で、よく子どもたちにやるのは、別に皆さんを子ども扱いしてるわけじゃないですからね。仕事の一端としての例を見せてるだけです。はい、よくやるのが、こういったハンカチとかティッシュなんですけど、今から先生がこれを投げます。投げて、キャッチするまでの間、拍手をしてくださいってやるんです。ちょっと恥ずかしいかもしれないけど、やってもらってもいいですかね、皆さん。いきますよ。投げて、浮いてる間だけですよ。こうやってね、子供たちやるんですよ。シーンとするんですよ。あ、ほら、引っかかった。で、ここで、あ、じゃあみんなこっち向いて、じゃあ今日のやつの説明をするからね、なんて話を持ってったりするんです。はい。今、少しだけどみんな目線がこっち向いてくれて、嬉しいなって思いました。すいません、ご協力ありがとうございます。何度も言いますが、こうやって子供たちと日々関わってるっていうのを、ちょっとでも分かってもらえたら嬉しかったんで、させていただきました。ご協力ありがとうございます。はい。じゃあそんなこんなで、さっきまで話してた話ですが、ちょっとおさらいをすると、まあ、学童保育というものが、まあ、時代とともにいろいろ生まれ変わってきて、やっとこさ2000年代になって、学童保育の充実というものが、まあ、法律的にも保障されるようになってきましたよ。こんな話をさせてもらいましたが、じゃあどんな法律だったのか、どういうふうに学童保育が全国的に変わっていったのかっていうのをちょっとお話をしたいと思います。はい、なんか一見すると法律ができて、ああ良くなるんだなって単純に考えると思うかもしれないんですけど、実はこの話にはすごい大きな残念すぎるオチがありまして、そこも含めてちょっと聞いてもらえるとありがたいです。はい、まずこの支援新制度っていうものができて、主な変更点がいくつか生まれました。はい、一瞬聞いてると、え、そうだったのっていうふうに思うかもしれないんですけど、全国各地でバラバラだった学童保育の運営の最低基準が示されたって書いてあります。これ逆に言えば、今までこの制度ができるまで全国各地の学童保育の運営基準ってバラバラだったんですよ。はい、そういうことなんです。東京では、こう、他のとこではこうみたいな方、北海道ではこう、九州ではこう、沖縄ではこうみたいな感じで、国として一律に学童保育はこうやって運営するんだよっていう基準が、本当につい最近、言ってしまえば 4,5 年前ですね、までなかったんです。なので劣悪な環境が生まれたり、労働時間が長くなっちゃったり、子供がぎゅうぎゅう詰めだったり、いろんな状況が自治体によって違ったんですけど、何度も言うようにようやく国が4年前かな、この支援新制度ができて、基準運営の最低基準を国がようやく示したんです。なので各自治体はまあこれを参考にして、今までのものを変えるところは変えるっていう風な形で、ようやく一つの基準が示されたっていうのは大きなことだったんです。はい、で次2つ目が、高学年の受け入れが始まったって書いてあります。さっき小4の壁っていう話をしたんですけど、大体多くの学童が3年生までしか受け入れをしなかったところが、国が法律を変えて4年生以上も受け入れてねっていうふうに法律を変えたので、自治体の多くのところで高学年、4年生、5年生、6年生の受け入れが始まったところが多いです。はい、で次、保育園で働いている人たちを保育士さんって言います。幼稚園で働いている先生たち、まあ、幼稚園教諭、まあ、先生、幼稚園教諭っていう免許でやってるんですけど、私たち学童保育で働く職員には実は名前が、資格がなかったんです、今まで。はい、よく指導員なんて言われてたんですけど、それを裏付けるような資格とかが一切なかったんですね。
でも今回この支援申請度ができて、その中に私たちのこの仕事のこの資格、こういったものができたんです。放課後児童支援員っていうんですけど、こういった資格が創設されました。まあ、これができたので我々も研修を受けに行ってこの資格を取得する、そういった流れっていうのがここ 4,5 年でようやくでき始めたんですね。はい、まあ、ようやく私たちの仕事に名前がついたっていうような感じです。はい、はい、しかし実際はということで、今ちょっと明るく話をしましたが、ここからちょっとドヨンとした雰囲気になってしまいます。はい、しかし実際は、はい、全国各地でバラバラであった運営の最低基準が示されたって先ほど一つ目に書いたんですが、この一つ目に書いたんですが、これ裏を返してみると、よく見てみると課題が実はありまして、はい、最低基準が示されたものの急に合わせることなんてできないよ、そういうことです。はい、例えば国がこのライン、この手で挙げているライン、ここが最低のラインですよ。皆さんの自治体はこれよりこれと同じぐらい、もしくはそれ以上にちゃんと、基準を設定してくださいねって国が言い出します。でも全国各地バラバラな基準なので、もしかしたらこの辺りの基準でやってるところがあるわけですよね。でもそこを急に変えろって言われたって自治体追いつかないわけですよ。なのでこの基準が示されたものの急に合わせることなんかできないっていうところから、この最低基準を下回る基準での運営が許されている状況なんです。一つ例に挙げると、まあ、ちょっと分かりづらい例かもしれないんですが、学童保育って子ども1人当たりに対する面積基準っていうのが決まってるんですね。子ども1人は最低でもこの面積を確保してくださいっていうふうには決まってるんですけど、1.65 平米なんですね、国が示している基準が。ちょっと分かりづらいとは思うんですけど、数字の印象だけでいいです。1.65 を国としては最低基準として、それで定員を設定してくださいね、施設の大きさに合わせて定員を設定してくださいねっていうふうに国は定めたんですが、実際のところいやいやそんな急に合わせることなんかできないよ。で国も、ああそっか、じゃあ下回る基準での運営も仕方ないねっていうところで、実際に八王子市は一番低いところで、さっき国の基準が 1.65 って言ったんですが、八王子市は一番低いところで 1.11 平米っていうのが子どもの最低基準になっています。 1.11 平米っていうと1メートル ×1 メートルぐらいですよね。子どもたちを立って保育するんですかって話なんですよ。はい、っていうところで、なかなかその子どもが過ごす環境っていうものが、この制度ができて国が基準を示して良くなるかなって思ったんですが、蓋を開けると追いつかない自治体が多くて、なかなか我々が理想としている環境に合わせることができないのが実際です。申し込んだ子全員が入れる定員なんかないよっていう自治体もあったりします。はい、多いところで本当に200人ぐらいの子どもたちが学校の小学校の教室 2,3 個分のところでぎゅうぎゅう詰めで遊んでる光景なんかもよくあるんですね。はい、もうとてもなんか見てて、これが本当に健全な保育なのかって思ってしまうようなところも実際に今でもあります。はい、というわけで、国がせっかく基準を作ってはいるんですが、なかなか急に合わせることができないがために、最低基準を下回る自治体の基準で運営が許されている状況というところで、子どもが過ごす環境が少しでも変わるかなって思ったら、もちろん変わったところもあるんですけど、なかなか追いついていないっていうのが現状かなという感じです。で、2つ目で高学年の受け入れが始まりましたよっていうふうに伝えたんですが、まあ、これも課題がありまして、義務ではない、小学校4年生以上を必ず入れなさいという法律ではなく、自治体が決めていいですよというふうなことなんですね。なので自治体によっては高学年を受け入れてないところもあります。うちの自治体は3年生までだから、かたやうちの自治体は高学年も受け入れます、もう様々です。じゃあその低学年までしか受け入れない理由って何なのって考えてみると、もう低学年でいっぱいいっぱいなんですよ。高学年が入る余裕がないんです。そういった自治体が多くて、なかなかこの自治体による任意っていうところで高学年が入りづらいのと、今この2つ目も言ってしまいましたが、この低学年の待機児童の増加、待機児童増えてるって言いました、低学年でどんどん増えています。なので小4以降も入れますよって決めたはいいものの、高学年の入る額なんてないっていうのが実際のところなんです。はい、で課題3つ目として、じゃあ、そういった、場所とかの問題が解消されて、高学年が入りました、じゃあ設備ってどうなのってちょっと考えてみると、小学校1年生が使うおもちゃと遊びと小学校6年生が使うおもちゃ遊び、もちろん
一緒に遊べるところもあるとは思うんですけど、ずっと同じ空間で遊べますかね。あの優しい小6が優しあの1年生と一緒に遊んであげるとか話は別ですよ。でもそうじゃないとなかなか同じような設備、同じようなおもちゃだったり同じような環境で過ごすってやっぱり難しいんですよ。そういう中で、あの国が高学年を入れて、義務化ではないけどね、じゃあうちの自治体は高学年を入れ始めました。その子たちが結構困っちゃってるんです。僕たちは何をして過ごせばいいの、僕たちは何をして遊べばいいの、先生にちっちゃい子見てって言われるけど、そんな急に言われたってじゃないけど、そういうところで高学年を受け入れる体制っていうものがなかなか整わない中で高学年の受け入れが始まってるっていうところも一つ大きな課題ではあるっていうのも分かってほしいなと思います。はい、で3つ目で先ほどあの資格ができたよっていう話をしました。私たちのこの仕事の名前がようやくこの放課後児童支援員というのに決まりましたっていうふうに大々的にさっき喋らせてもらったんですが、これもやっぱり課題がありまして、ちょっと難しい言葉で書いてあります。保育士のような国家資格ではなく、現在従事している指導員のみが資格取得の対象である。でちょっと難しい言葉でごめんなさい。あの国家資格、まあ、国が定めている資格、簡単に言えばそうなんですけど、あの先ほど保育園で働いている保育士さんとかこういった方たち、この保育士っていうのは歴史とした国の国家資格です。で私たちがこのゲットチンじゃいけないですね、資格を取得した、放課後児童支援員という資格も国が定めた資格ではあるんですけど、研修を受ければ資格が取得できるものなんです。試験とかじゃないんですよ。あの保育士さんって試験受けないとこの資格取れないんですけど、なのでそこに歴史とした差があって、我々のこの放課後児童支援員という資格は研修を行って受ければ取得することができる。しかも現在働いている私たちにしか取れない資格であるっていうところで、例えば大学生とか専門学生が将来学童保育の指導員になりたい、今のうちからその資格を取得したいって思っても、今の現状の制度では取れないんですね。保育士さんとかは学校の先生の免許とかは大学専門のうちに授業をして教育実習して、試験受けてっていう流れなんですけど、放課後児童支援員はそういう資格ではない。あの歴史とした区別がなされていまして、そういったところからもなかなか私たちのこの仕事に就きたいって思っている人たち の、まあ、その遮るというか、そういった現状になっちゃってるのも事実なんです。でさらには課題2として、この放課後児童支援資格取得が間に合わないって書いてあるんですけど、この資格が取れる期間、本来資格に取れる期間なんてあっちゃいけないはずなんですけど、今年度いっぱいなんです。今年度いっぱいでこの資格取得の研修が終わっちゃう予定なんです。そうするとこれから先、この支援員としてなってこれから仕事をしていく人たちは、じゃあどうやって私たちはこの資格を取ればいいのって悩んじゃうわけですよね。まあ、今ここは国がなんとか延長しようと思って頑張ってるみたいなんですが、現状としては今年度いっぱいでこの、あの資格取得の研修が終わっちゃいます。さあこれもこのままでいいもんかっていうのをやっぱり課題として考えていかなきゃいけないっていうのが、今の現状な感じです。はい、でその他の課題ということで、まあ、だんだんここからちょっと生々しい課題になっていくんですけど、まあ、子どもが過ごす環境面からっていうふうに考えてみると、まあ、何度も出てきていますが、保育環境の劣悪さがとても目立ちます。はい、これ実際に具体例2つ挙げていますが、さっきもね、あの子どもの面積の話しました。子ども1人当たりの保育面積は国が 1.65 平米と定めていますが、この概ねっていう言葉がすごい我々を苦しめている言葉なんです。概ねっていうのは、まあ、もっと言っちゃえば大体ってことですよね。国がこの 1.65 っていう数字を出してるのに、概ね大体って法律でついちゃってるんですよ。だからさっき八王子が 1.11 だって言ったんですけど、 1.11 だって概ね 1.65 でしょって言われたら何も言えないんです。はい、なのでそういった数字が最低基準を下回るような数字でも運営ができてしまうっていうのが現状。先ほど 1.11 っていうのは1メートル ×1 メートルぐらいで立って保育するのかなんて話をしましたけど、そういった現状が学童保育では許されてるっていう状況です。はい、子どもの集団の数、あの学校に置き換えて1クラス何人っていうふうに思ってもらえればなんですけど、学童保育における、まあ、1クラスの数ですかね、簡単に言えば国が40人以下と定めています。ただこれも、あ、また出てきた、おおむねっていう言葉がついてるんですよ。ちなみに八王子はこの子どもの集団の数を70と定めています。70はおおむね40でしょって言われちゃったらそれまでなんですよ。
なので一グループを70とみなして保育をしている、そんな実態も、まあ、ちょっと数字上のねいろいろ加減はあるんですけど、まあ、解釈としてはそう取れるよっていう話ですね。はい、と、まあ、いろんな最低基準国が示したんですが、結局は各自治体の実情により様々ですよ、点々点。こういったところから、まあ、子どもたちが過ごす環境面っていうのがなかなか変化をしない、詰め込み式の保育になってしまっている。晴れてればね学校の校庭だとかで遊べたりはするんですけど、雨が降っちゃうともう本当にあの狭い部屋に詰め込んで、もう子どもたちがぎゅうぎゅう詰めで遊んでいる、本を読んでいる子の後ろでボールが飛び交う、そんなような状況も結構見られたりはするんです。はい、でその他の課題、さっきは子ども目線からの話をしたんですけど、今度は我々職員目線で考えていきたいと思います。はい、これもさっき出てきましたが、労働環境や労働条件の劣悪さが本当に目立ちます。あの保育園とかよくニュースでね、あの保育士さんの処遇が悪いんだとかいろんなニュースで取り上げられていますが、学童保育も実は、まあ、それと同等もしくはそれ以上にひどいなと思っています。はい、さっきも言いましたが、冒頭にグラフで出しました、運営主体が様々、自治体が直接運営しているところもあれば、私たち八王子みたいに委託をして運営しているところもあります。というわけで、あの運営先がね一つって決まっていればこうだよってできるんですけど、さまざまな運営主体母体があるので、なかなか一律であの労働条件を整えていくことが難しいという現状です。はい、これも2つ目大きな問題で、職員の約7割が非正規職員。はい、ということで、今これも国でね大きな問題になっています。世の中で働いている人たち、あの本当に非正規ので働いている人たちが多いというふうに言われていますが、私たち学童の世界でも非正規で働いている人たちが約7割全国で見てみるとあの結果としてあります。非正規職員だと雇用が、雇われている期間が1年ごととかだったりするので、あの安定した学童保育の運営につながっていかないのが事実です。当然正規職員に比べて給料だったり待遇面でもどうしても下がってしまうところがあります。そういった人たちのモチベーションがやっぱり下がっていくのも事実です。子どもたちは楽しい、子どもたちは大好き、子どもたちと遊ぶのも大好き、子どもたちと一緒に成長を支えていきたいって考えている職員は多くいるんですが、やっぱり働く環境だったり自分の置かれている立場だったりでこの先の生活が厳しいということで辞めていく人も多々見てきました。もうとてもあの見ていて辛いところです。あのやっぱり保育って子どもたちをきちんと成長を追うっていうのも大事な仕事で、継続性っていうのが求められるんですけど、こういった事情もあって職員がコロ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 変わってしまう。当然子どもだって、あれ今日も新しい先生いるのとか、あれあの先生どうしたの、よく年度替わりに聞かれる言葉です。本当だったら1年2年3年生までね見届けてあげたいとこなんですけど、なかなかそれが叶わないのも事実です。はい、でとても深刻なのが人員不足。あのとにかく学童保育で働く人が足りません。それは非正規さんが先ほども言ったように、やっぱり環境の悪さ、待遇の悪さでやめていってしまうのもあります。私たち正規職員の立場からしても、やっぱりその正規を雇うお金がとかいろいろ問題があって、なかなか、人が集まりません。はい、あの一時期保育に携わるあのアルバイトの時給って結構良かったりしたんですけど、若干景気がやっぱり変わってきてて、他の業種もやっぱり同じようにあの時給が上がってきてるのもあって、なかなかあの定着をしないのが今の実際なところです。なので本当だったら子ども何人も何人もいる中で大人がきちんとそこに携わって保育をしていきたいところなんですけど、人手が足りない、人がいないというところで、じゃあ今日はちょっとごめん外遊びできないやとか、あのごめんね外に今日は行けないやとか、そういうことまでだんだんと現れてきていて、まあ、子どもたちのその健全な保育というところに少なからず影響を与えているのかなって考えてしまわざるを得ない状況です。はい、というわけで慢性的な人員不足に陥ってしまい、子どもが過ごす環境にも影響が出てしまっているっていうのが今の学童保育の現状としてとても辛いところです。せっかく法律ができた、子どもたちの過ごす環境、我々の働く環境が変わっていくぜって思っていたところ、実際変わったところってとっても少なく、悶々とする日々をね過ごすとても辛いところです。はい、でこれ今年ちょっと新たにページとして加えたところなんですけど、またさらにオチがつきました。はい、まさかの基準改正撤廃っていうところで、
はい、さっきあの基準ができたってあの子ども子育て支援新制度でできたって言ったんですけど、この学童保育 の、 この職員、私たち働くものですね、これに関わる基準っていうのが当初ありまして、一つのグループ、学校でいうクラスってさっき言いました、これに対して職員を複数配置しなきゃいけませんよ。複数配置するうちの一人は有資格者、要するにさっき言った放課後児童支援ですね、これを配置しなきゃいけませんよ。この2つに関しては必ずそうしなさい、国がもう言ったんです。これ下回った基準はなしですよと。できた当初ですよ、この法律ができた当初にこの2つだけは絶対にどの自治体も守んなきゃいけないよっていうふうに決めた法律なんですが、必ず配置するって決めたはずだったのに、今年から必ずしも配置しなくていいですよと改正されてしまったんです。わずか4年です、この間。この支援新制度ができてわずか4年、今年度から、変わってしまいました。なので極端な話をすると、一つのグループに職員を複数配置しなくてもいい、一人でもいいってことですよね。複数配置するうちの一人は有資格者を配置する、有資格者じゃなくてもいいってことだから、本当に子ども何十人に対して資格のない人が一人で子どもたちを見る、そういった運営も事実上 OK になるってことなんですよ。はい、これで子どもたちの安全安心が守れますかと、職員が過ごす職員の労働環境が改善されますかと、もう時代のに逆行しているような状況で、とてもなんでこんな改正が行われたのか、我々もとても辛いところです。はい、まあ、いろいろ話すと裏はあるんですけど、まあ、こういった状況を事実として、せっかくできた基準が改正もう持っていってしまえば撤廃ですね。我々の気持ちからするとこのくらいの強い言葉で言いたいです。はい、っていうふうに変わってしまい、ますます子どもたちが過ごす環境、私たちが働く環境っていうのが法律上は悪くなってきてしまってるなっていうのが現状です。はい、というわけで、なんか最後の方はせっかく子どもたちとね、楽しく私たち遊んで過ごして子どもたちの健全育成を応援するぞっていう話を最初の方はしてたんですけど、気がついたら法律ができて良くなるはずだったのがなかなか改善されなくて、子どもの待機児の問題だったり、私たち職員の働く環境であったりが良くならないんだ、もう過去泣くぐらいな感じのね、話に最後なってしまったんですけど、だからといって我々は指をくわえて、なすがままの状況を見守っているわけではありません。っていうところで最後の話になっていくんですが、そのためにじゃあどうしたらいいかっていうテーマで、今回のこの講座のもう一つのテーマでもある、まあ、労働組合という言葉が出てくるわけです。はい、で、まあ全国に広がる学童保育の労働組合ということでタイトルをつけています。はい、学童保育における課題は全国共通、さっきも言いました、人が足りない、支援資格がこのままだと取れなくなってしまう、労働環境が悪い、待機児童がたくさんいる、子どもたちの過ごす環境も一向に良くならない、まあ、もう数えればキリがないですが、こういった課題は全国各地どこ見ても同じです。私労働組合の立場上、結構全国の学童保育の職員と話す機会が多いんですが、どこに行っても同じような言葉が聞こえます。もう人が足りません、助けてください、労働環境が良くなりません、給料が上がりません、もう本当にみんな同じような言葉を自分にかけてくれます。自分も一緒です。私も働く者の人間として同じような現状課題を抱えています。はい、保育環境、労働環境の劣悪さは全国共通の悩みというところから、まあ、労働組合、労働組合ってね、ちょっともう分かってる方もいるとは思いますが、ものすごい分かりやすい言葉で例えるとするならば、自分は仲間だと思っています。はい、仲間を通じた運動を全国で展開することが重要であるんじゃないかと自分は考えています。はい、単にね、労働組合、労働組合っていうとね、いろんなイメージ持っている方いるかもしれませんが、自分が伝えたいのは仲間だってことです。ここをね、ちょっとキーワードとして今日捉えてほしいなと思っています。はい、で難しい言葉で運動を全国で展開するなんて難しい言葉に書いてあるんですけど、はい、どういう運動を私たちはしているのか、何も反対反対とかそういうことを言ってるわけではなく、まあ、自治体に対してのね、その労働組合運動っていうところで、私たちが今自治体に対して何を訴えたいのか、はい、先ほどもね、基準の話たくさんしてきましたが、まあ、国が示した基準と同じレベルでの運営設備を私たちは今自治体に訴えています。
全ては子どもたちが過ごす環境のためです。ここは間違いないで理解してほしいなと思うんですけど、当然我々のね、過ごす環境が、働く環境が変わるのももちろんなんですけど、私たちは責任を持って子どもたちを預かっている身なので、当然そこにいる子どもたちの環境を良くしたいと当然思っています。仲間たちはみんなそう思ってこの仕事をしています。なので子どもたちが少しでも気兼ねなく過ごせるように、まあ、国が示している基準と同レベルでの運営設備を自治体が整えてくださいねっていうことを訴えている。でさらには給与、まあ、給料のことですけど、給料を上げてなんて単純に言っちゃうと、私たちのね、その処遇の改善、もちろんそれもあるんですけど、私たち目線になっちゃうかもしれませんが、さっきもその非正規職員が多いっていうところで話をして、何が問題か、やっぱり辞めてしまう職員がいる、暮らせなくて継続ができない、保育は継続性が大事だと言いました。そういう観点からもやっぱりその給料とかですね、そういった処遇の改善、特に非常勤職員に対してです、こういった人たちへの給与だったり待遇の改善を自治体に対して訴えています。はい、同じく、さっきも言いましたが、人員不足の解消ですね。やっぱり子どもたちをきちんと保育する大人がいない限り、子どもたち安全安心に過ごせません。そういったところからやっぱりその人の手配、人の配置、人の募集っていうものを自治体もきちんとやってくださいと、こういったことも労働組合として私たちは訴えています。これは何も八王子の私がだけがやっている話ではなく、全国に同じように悩んでいる仲間がいっぱいいます。そういった仲間が同じように自分たちの自治体に対して子どもたちの環境が良くなることを前提に、こういった訴えをしています。はい、ちょっとこれ大変分かりづらいんですが、ただ単に今こうやって喋ってるように、急に私が自治体に行ってこうしてくれこうしてくれああしてくれって言ってるわけではなく、労働組合っていう組織なので、ちゃんと組織として今の現状の課題っていうものをきちんと議論をし、要求書という形で自治体であったり、私たちが働いている雇用主の、まあ、社会福祉協議会等に対して、まあ、要求書というものを出しています。はい、労働組合という立場は使用者側、雇っている側と、ね、対等関係にありますので、当然こういった要求なんかもできるわけです。まあ、どう回答が入ってくるかは別の話なんですけど、ただ単に声を出して改善しろ改善しろって言ってるだけではなく、きちんとこういった手続きを通して自治体だったりに、この部分をこうしてくださいと、まあ、ちょっと一つ読み上げるとすると、この嘱託指導員、まあ、非正規の職員ですねに対しての、まあ、休暇お休みの制度について、正規指導員と均等に待遇を処置してくださいと。はい、やっぱり正規非正規の中でどうしても給料だったり、待遇だったりに差があるのは事実です。でも非正規職員も一生懸命当然やってくれてるわけなので、その人たちも同じように正規職員と同じように給料を上げてくださいよとか、休みを増やしてくださいよとか、そういったことも運動としてやっています。はい、なので、まあ、労働組合として、私たちの組合から、まあ、その八王子市に対して、まあ、こういった要求書も提出をしています。はい、で今のは自治体レベルの話だったんですけど、まあ、そういった中で組合として、まあ、勝ち取った成果結果ということでいくつか書かせてもらったんですが、まあ、正規職員と非正規職員の、まあ、待遇の一部同一化、お休みの日などそういったところなんかを正規職員と同じにするよということを勝ち取ることができました。あとは国が定めたその職員配置とは別に、私たち独自のちょっと上回る形での職員配置の確保も組合として、勝ち取ることができた。お休みの日なんかに出勤する際のちょっと上乗せっていうんですかね、まあ、時間外勤務手当っていうんですけど、こういったものを整備することができた。あとは非正規職員、今まで何年何年働いても同じ給料だったのを、まあ、1年経つことに少しずつ、給料が上がっていく、こういったことなんかも、まあ、昇給っていうんですけど、こういった確保なんかも私たち長年の労働組合の運動の中で、使用者側に対して、まあ、勝ち取るというか手にすることができた権利として誇れるものじゃないかなと思っています。はい、で今のは私たちの組合、私自身が所属している組合レベルの話であったんですが、さっき仲間は全国にいる、労働組合は全国にあります。はい、そういう中で、まあ、国に対して の全国で同じ声を上げていこうよということで、国に対しても私たちは労働組合運動を行っています。いろいろ制度とかを決めるのは、ね、国なので、やっぱり国にも私たちの現場の声を聞いてほしいなと思っています。
はい、そういう中でこんな、運動をしています。まあ、学童保育のさらなる設備運営の改善を訴える。決してその最低基準がいいとは思っていません。子どもが過ごす環境、まだまだ改善の余地があります。でも自治体が動いてくれないなら、もう国がね、こう変えてくれ、そうするに越したことはないので、国に対してさらなる改善を訴えている。はい、職員配置数の充実も訴えています。まあ、大人が多ければいいっていう問題ではないんですけど、やっぱり大人の目ってとっても大事です。最低限の人数で子どもを保育するんではなく、まあ、ある程度余裕のあった職員配置数ができるように国に訴えています。で、これもさっきありましたが、まあ、職員の処遇改善ですね。自治体でなかなか良くならないんであったら、まあ、国の方から働きかけをしてくださいよと。はい、そういったことも、まあ、労働組合運動として国の方に訴える機会を持たせてもらっています。はい、であとこの資格の話、言いましたが、まあ、こういった資格を、まあ、格上げ、まあ、それこそ、今話をしているのが保育士さんみたいな感じで国家資格にまで、ね、なるといいよねっていう話をしています。そういった声なんかも国に届けて、まあ、資格が格上げされることによって、当然私たち その仕事の、まあ、価値も上がるというか、そういったところから処遇改善につながるんじゃないかなという思いから、この、資格を作り上げた国に対して、まあ、格上げしてくださいよ、こういった運動なんかも私一人で当然やってるわけではなく、労働組合っていう全国の仲間を通してみんなで同じような声を出して運動をしてるんだよっていうふうに思っていただければと思ってます。はい、でさっきも似たような文章を出したんですけど、今度は私たちは自治労というところの労働組合なんですが、まあ、そこでみんなで保育、学童保育に携わるみんなで、まあ、作り上げた要求書、要請文なんですが、こういったものも国、厚生労働省に対して私たちは提出する運動ともしています。はい、まあさっきのちょっと一つ読み上げると、まあ、支援員の資格について現行の認定資格から国家資格へと格上げしてください。こういったことなんかもただ単にその声を出すだけではなくて、まあ、組織としてきちんとこういった文書を作って、国に対して自治労として労働組合の運動の一環として提出をさせたりもさせてもらったりもしている、はい、感じです。とにかく何もかも反対だって私たちは言ってるわけではなく、少しでもこうなるといいなっていう気持ちからやっているのと、やっぱり現場の私たちが一番現状を分かっているので、そういった声を自治体であったり国であったりが聞いてくれる、そういった状況を作り上げるために私たちは、まあ、今精一杯運動をしている、そういった状況ですね。はい、いよいよ終盤になってきました。はい、でまあ、労働組合というところはさっきも言いましたように、現場で働いている私たち仲間、私も含めて仲間たちみんなで、少しでも子どもたちが過ごす環境、そこから私たち職員が働く環境であったり、そういったところが少しでも良くなるようにというところで話をしてきました。やっぱりずっとこの授業で話してきた学童保育の歴史を遡ってみると、やっぱりどうしてもまだまだ追いついてない部分があるんだなって、皆さんなんとなく今日の話で分かっていただけたんじゃないかと自分としては思っています。はい、そういう中で、じゃあこの変わらない状況をずっと指を加えて見てればいいというわけではなく、まあ、労働組合っていう仲間たちが集まっている組織、そういったところが、まあ、いかにこれから声を出して、国に対して自治体に対して働きかけをしていくかが大事じゃないかなと思っているんですが、まあ、そんな中で、まあ、私本橋自身が、まあ、労働組合に関わるわけなんだろうなってもう一回振り返ってみたときに、まず一番の思いとしては、当然全国の学童良くなるにもちろんそれは願いとしては思っていますけど、自分の一学童保育の指導員として八王子市で働く者として、まずは八王子市の学童保育を良くしたいって考えております。はい、でそれを八王子だけで自分だけが声を出しているわけではなく、当然、まあ、縦のつながりであったり横のつながりであったり、まあ、労働組合の仲間たちを通して、まあ、うちの学童保育はこういう状況で運営してるんだけど他はどうとか、うちこんな辛いことはあるんだけど他はどうとか、まずはそういった課題とかね、問題を、他の自治体の学童の労働組合の仲間たち、全国の労働組合、学童保育に関わっている労働組合の仲間たちと共有をしていきたいと思っています。はい、でそんな中で他の状況もいろいろ話をして比較をする中で、八王子発信で全国へ
こういった課題があるよ、こういった問題があるよ、他もみんなそうでしょう、同じでしょう、何かもっと課題があったら皆さん教えてじゃないけど、八王子発信で全国の学童保育が良くなるように広げていきたいなと自分の中では一番思っています。はい、でもう一つ大事なのが、全国の仲間の声を届けたい、ちょっとなんかかっこいい書き方をしてしまっているんですけど、あの冒頭の自己紹介で、私今日老 の, あの保育運動の中で幹事としてやらせてもらっていまして、まあ、その全国の学童の仲間と話す機会をちょっと多く持たせてもらっているんですが、まあ、ただみんなの声を聞いているだけではないっていうところをちょっと理解をしてほしいなと思います。今そういった自分が全国にいる立場を、まあ、生かした活動を心がけるっていうことをしていきたいと思っていまして、はい、全国の現場の声を聞く、まあ、これはとっても大事なことです。課題はある程度共通で見えているんですが、その中でも独特の課題であったり、そこの現場ならではの課題がたくさんあります。そういったものを、全国の現場の声を聞くっていうことを大事にしている。で、何度も言いますが、私自身も学童保育の指導員として、自分の職場で困ったこと、感じていること、課題問題、もちろんいいことも含めてです、そういったことをやっぱり自分で体感する、感じる、これを忘れてしまったら多分できないなと思っています。自分が一学童保育の指導員だからこそ感じている部分がある、他の自治体の学童の仲間たちと共有できる部分があると考えています。そういう中で皆さんの声を聞く、こういった気持ちを大事にしていきたいと思っていまして、まあ、労働組合だからこそできること、はい、これもさっき言いましたが、まあ、労働組合というのはイコール仲間たちだと思ってください。で、さらに労働組合の仲間たち、これをイコールで結ぶと何かなって考えたときに、まあ、何度も言っていますが、現場を一番知っている仲間たちです。やっぱり私たち指導員、最前線で子どもたちと関わっている我々が現場を一番知っています。現場を一番知っているからこそ、楽しいこと、良いことも当然分かってはいるし、逆を言えば課題だったり問題であったり、辛いこと、悲しいこと、いろいろ現場を通して知ることができます。そういったものを大事にしていきたい。で、現場から、私たちは現場の職員なので、現場から声を上げることができると思っています。やっぱり我々が一番現場を知っています。そんな私たちが声を上げない以外に方法はないと思っています。はい、でさらには、まあ、自分の立場も通してですが、その現場から上がった声っていうのを届けること、まあ、これが労働組合としてとても大きな役割であり、今後も、引き続き求められる、活動の一つじゃないかなと思います。やっぱり生の声っていうのを届けることってとっても大事なことです。データだったり資料だったりね、いろいろやってはいるとは思うんですけど、やっぱり現場で働く我々直接の声を届けるっていうのが、その使用者側であったり、自治体であったり、国だったり、そういった声を求めているのも事実なので、そういったところを大事にして、今後もね、労働組合の運動として関わっていきたいなと思っていまして、まあ、そういったところが労働組合で、まあ、活動する、この仕事をしながら労働組合で活動する意義だと私自身は感じています。はい、最後になりますが、まあ、ずっと今の学童保育の歴史だったり、課題であったりをお話しさせていただきました。まあ、ちょっとしたミニコーナーに皆さん付き合ってもらってありがとうございました。で、まあ、この中のね、多くの方が、まあ、その地方公務員という選択を一つ持ってらっしゃるかと思います。で、まあ、どっかの自治体で今後働いたりすることになる方もいるかもしれませんが、まあ、いずれ就職をして、まあ、その役所とかに入った時に、もしかしたら子ども関係に配属されることがあるかもしれない。そうすると必然的に学童保育に携わる仕事をするかもしれない。もしそうなった時に、ふと今日の話を思い出してほしいなと思います。で、かたや別の視点として、今後皆さんさらに大人になっていって、もしかしたら家庭を持つことになるかもしれません。もしかしたら子育てをする、皆さん自身が子育てをする立場になるかもしれません。そういった時に、おそらく状況として多くの方がご自身のお子さんを学童保育に預ける機会っておそらく出てくると思うんです。今仕事としての話をしてみましたが、今言ってる話は、皆さんが預ける側になった時に、自分の子どもたちが過ごす学童保育が環境劣悪、先生たち疲れてる、嫌ですよね。
なのでこの話をちょっとでも思い出してもらって、まあ、自分が過ごす町の学童保育、今後ねそのお子さんを預けることになるかもしれない学童保育、働く側としていつの日かその、子育ての部署に配属をされて事務的に関わるかもしれない、もしかしたら現場で働く指導員になってるかもしれない、いろんな選択肢があるとは思うんですけど、おそらくこの中の多くの方がいずれ、今は実感ないかもしれませんが、学童保育に関係する、関連することが必ずや訪れるのかなと感触としては思っています。その時に今日の話をふと思い出して、学童保育ってこんな感じだったな、なんかあのひげ生やした人がなんか喋ってたなみたいなね、そんなことをふと思い出してもらったり、自治体として関わることになった時に学童保育の質であったりそういったものが少しでも良くなるように若い皆さんが活躍をしてもらって、少しでも良くなる手助けの一端を担ってもらえたら、今現場で働く私たちもとっても嬉しいなと思っています。はい、というわけで時間となりましたので、私の話はここまでとさせていただきます。どうもありがとうございました。